もらいました。実はですね、このステージを開催すると決まってからここまで本当に時間がなかったんですよね。安全策を取るとすればみんながもうすでに分かってる曲をやるっていう手もあったかなと思うんですけれども、私がどうしても5人でやる最初の最後で最後のステージは思いっきり自分たちらしく終わりたいなっていうふうに思ってみんなに提案させてもらいました。ありがとうございます。でも本当にね、時間なくてギリギリの中だったんですけども、この4人はですねいつもポジティブで、いやできるできる任せて、もう絶対大丈夫だからいいじゃんいいじゃんってこういつもポジティブな言葉をかけてくれるんですよね。そのおかげでこのステージを迎えられることができたかなというふうに思います。そしてここまで5シーズン一緒にやってこれたのは本当にこの4人がポジティブで明るくて本当に人の心を分かってくれる素敵な4人だったから、私はここまで5シーズン一緒にやってこれたのかなというふうに思っております。こんな温かいメンバーがたくさんいるファイターズガールのことをこれからもどうぞ応援していただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。さあ本日この F FFS をもちましてこの2023年シーズンを大きな締めくくりという形になるかなというふうに思います。皆様今シーズンもファイターズへの温かいご声援本当にありがとうございました。来シーズンからはファイターズリーグ優勝そして日本一を目指していくチームになりますので、これからも変わらずファイターズのことを応援していただければなというふうに思っております。私たちチアリーダーはそれを望んでおりますので、ぜひ皆さん温かいご声援をよろしくお願いいたします。さあそれでは次の曲が5人で踊る最後の曲となります。ファンの皆様と共にありがとうございます。ファンの皆様と共にこれからどういうやつなんだろう。